与えられまして、本当に嬉しく思っております。ちょうどその御輿新聞に今年度の御言葉の被災地のことが書いてあって、その与えられた御言葉のことが書いてありますので、ぜひご覧になってほしいと思いますが、今日はヤコブ書の2章の17節の、それと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものですというね、御言葉なんですけども、これだけ見たらなんか行いがなかったら死んじゃってるよってことで、あれなんですけど、これは逆説に言えば、これは何かというと、それと同じようにっていうのは前ですね、14節から、私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことはできるでしょうか。で、具体的な例として、もし兄弟または姉妹の誰かが着るものがなく、また、人数を食べ物に事欠いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに、安心して生きなさい、暖かになり、十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じようにってこと。だから、食べ物がない、そして着るものがない人に、安心して行って暖かになって食べろと言っても、実際に食べるものを与えなければ、もうちょっと言えば着るものも与えなければ、それは意味がないってことなんですね。例えば、個人の働きをしていますけれども、孤児たちにですね、元気でねって言ってもダメなんですね。ちゃんと住むところを用意して、着るものと食べるものを与えて、その上で、あった時に彼らに来た信仰を与えたわけですね。それと同じように信仰も、信じることはとっても大事なんですけど、本当に信じているなら、当然その行いが起こるでしょってことですね。その行いが伴わない信仰っていうのは、何の役にも立たない、死んでるのと同じだ。でも行いが伴うときに、生ける神様の技が現れてくるってことですね。これは立派な行いをしろっていうことを言いたいんじゃなくて、信じているならば信じていることの行い、信じていることの当然の行いをしなさいっていうことを言ったわけですね。これをね、覚えておいてほしいと思うんですね。で、そのことはこうね、ここで書いてるんで、この後のことも、これからちょっとしばらくの間、この御言葉を見ていきたいと思いますけれども、今日は、その中で、ちょっとこの、新年度のところでね、ここはね、信仰を働かせるって御輿にね、11月6日、先週の日曜日ですね、新年度礼拝となる、手術礼拝が外来公判で行われたと。秋元牧師は新年度の御言葉として、それと同じように信仰も、もし行いがなかったなら、それだけでは死んだものですという、ヤコブの手紙2章17節が書かれたと。このこと語られたんです。秋元牧師はこの御言葉がチーム期間中どこで示された、ハルマゲドンで祈っている時に明確に示されたということなんですね。だからハルマゲドンで示されたんですね。詳しく知りたい方は、聞かれたらいいです。聞いたらね、書いてありますね。求めてたら、求めなくていい、私が与えるって言われてて、で、ハルマゲドンで示されたと。で、こういった神様は、教会にも個人にも、新しい技を始めようとされていることを感じると、触れて信仰を持ちようにしたって書いてあるんですけども、今年度は、神様は、個人においても、教会においてもね、新しいことを始めると。だから、神様の浅い教会に新しいことが始まってくるし、また、私たち一人一人に、新しいことが始まってくるということなんですね。だから、楽しみにしてほしいというのもですね、どんな新しいことが始まるんでしょうかね。いろいろ想像しますけど、大体あれの思いを超えていきますからね、楽しみですけれども。そして、具体的にじゃあ信仰をどう用いるかということで、5つ言われたんです。1つ、祈ること、ね。言ってた通りですね。で、2つ目、すべてのことを感謝すること。これも言ってたことですね。で、3つ目は、悔い改めることを土台としつつ、これを土台として昨年度与えられた、向こうにありましたけども、御言葉、神の言葉が下ったっていう、その御言葉を語られたように、聞き従うことと、そして信仰の告白をすることを進めたとね。だから、祈り、感謝し、そして悔い改めて、で、神のおっしゃる言葉に聞いて従っていく、そういう告白をしていくってことを、言われた、信仰の原則ですね。これを用いることによって、これを働かせるっていう神様の素晴らしい計画が出てくる。で、感謝については、感謝することもただ感謝するだけでは終わらせないで、感謝し、主を称え、このことの主に主の素晴らしい計画があることなど告白するっていうことが大事であることが言われたね。で、感謝で終わらないで、主を賛美する、主を称えるところまで行きましょうと。そして、なぜかって、この主に素晴らしい神の計画があるから、最悪と思えても感謝するだけで、主を称えましょうってことを言われたんですね。ことを言われた。で、今日はね、そのことを思っていたら、そこから、第二歴代史の20章、皆さんよく知ってますけども、今日はいつもこれは3名で言いますけど、今日は信仰を用いるということで、第二歴代史の20章からそう学びたいと思っています。ね。
で、エペソ2章に行きたいと思いますけども、今日はここからこの信仰を用いるってことね、この今年、信仰が行わなかったら死んだものですっていうのは、行いがないから死んでるよってことを言いたいんじゃなくて、行いを通して生ける神の働きを見る年になりますよ、新しいことが起こってきますよっていうことを神は言っておられるので、大歴代書の20章、これよく知ってるところなんですけど、ここを通して今日は信仰を働かせるっていうことを見たいと思いますね。5つ言いましたね。祈ること、感謝すること、これは感謝だけじゃなくて賛美にまで至る、ね、そして悔い改めること、そして聞き従うことで、告白をすることね、これここに全部あるんですね。で、大歴代20章はよくご存知のように1節からね、761ページこちらにも出ます、ね、1節からいきますね。この後モアブ人とアモン人及び彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして攻めてきたユダの王様ヨシャパテ、そこで人々は来てヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタトンタマル、すなわちエンゲデに来ていますと。これ何かって言ったら、大軍が押し寄せてきて、もうヨシャパテ及びユダの民、イスラエルの民はもう間違いなく負ける、全滅させられるという絶対絶命になったわけですね。その時に3節、ヨシャパテは恐れた、もう怖かったわけですね。ただひたすら死に求め、ユダ全国に断食を布告したと。我々は恐れることもありますし、不安に思うこともあるでしょう、ね。でもその中で大事なことはまず祈るってことなんですね。ただひたすら死を求め、ユダ全国に断食を布告した。まあ、この場合は断食を布告して祈ったわけですね。ユダの人々は集まってきて、死の前助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が来て、死を求めたと。で、この6節から、祈りがずっと書いてあるんですけども、12節まで。13節を見ると、ユダの人々は全員死の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいたって書いてあるから、幼子や子供たちも共にいて断食して叫んだっていうことで、本当に彼らは国を挙げて叫んだ。で、幼子や子供たちも真剣に祈った。子供たちも分かるぐらい絶体絶命だったんですね。でもその時彼らは祈ったんです。神に求めたんです。で、ここは賛美隊のことをよく語られるんですけども、もちろん賛美隊を通して主は働いたんですが、まず何が起こったかって祈りから始まったんですね。で、彼らは主の前に出て行って祈ったのです。で、皆さんね、今日は特にこの一つ目のポイントを中心にお話したいんですけど、祈るときに神が働かれるんですね。で、祈ること自体が信仰なのです。ヨシャパテたちがこの時、祈ったら絶対答えられるって信仰があったのか、それとも追い詰められて、もうよく言うね、日本人は言います、藁をもつかみたいっていう、藁みたいだったのか、わかりませんが、いずれにしても神のところに出て行って祈ったわけです。そして求めたわけです。神にすがったわけです。まあ、この後の祈りを見てみたら、彼らはすごい信仰を持ってますから、神が何とかしかされると思ったんだと思いますけども、神のところに行ったわけですね。で、すごく信仰に満ちていける時もあるでしょうね。きっと神がしてくださるってね。ある時は、もう、神様助けてってね、もうあなたしかいないんですってね、もう絶対絶命で、もうそういう感じで行くかもしれません。しかし、神のところに行く人は、神の手が動くのを見るんですね。で、祈ること自体が信仰なのです。例えば、皆さん考えてみてください。本当に困ったとき、どこに行くかでね、その人が何に頼って分かるんですね。すぐ電話かける人ね。祈る前にね。まあ、結局ね、その電話かける相手に頼ってる。でも考えてみたら、例えば、私が外国人来たらね、ジャパニーズイングして対応するわけですよ。バーバーバーってね。神様祈りながら、それ神に頼ってるんですね。でも外国人が来たらですね、パッとね、パスタジョイとか言って急にね、パスタジョイにね、より頼んだりしてね、ね、だからレバレント酒井とか言ってですね、酒井牧師に頼んで、それは、何かったら、結局その時にですね、外国人が来た時に、飲み屋さんには頼まないんですね。飲み屋さんに頼むから祈ってって頼むわけですね。頼めば祈ってくれると信頼があるからですね。でレバレント酒井に言えば、もう英語で急に笑顔になってね、どんな暗い顔しても急に笑顔になって、ナッシュミチューとか言ってですね、ゴッドプレスユーとか言ってですね、急に笑顔になって、もう絶対よく対応してくれると、もう、信じきってるからですね。つまり、そのことに関しては、その人に言えば何とかなると思うとこですよ。例えばこういうところに貼ったりいろいろするのはですね、井上くんとかですね、あとね、面白いのはここに貼るって言うんだけどね、車のきちんとするのは井上くんなの。安いもので、なんとかしてくれるのは医者さんが、鍵貼ってね、ものすごい綺麗に丁寧に貼りますからね。ちょっとね、で、みんなそれぞれね、役割とったものが違うじゃないですか。で、それで、そこに頼むじゃないですか。そうですよね。それはやったら大丈夫って信頼してるからでしょ。
ということは、神のところに行くってことは、神のところに行ったら何とかなると思ってるからですね。で、神のところに行かないというのは何とかなると思ってないからです。本当のところ、だからね、本当に困った時どこ行くかが面白いのよ。でもう一つは、困らなくても何か願いがある時に、あの、願いがある時ね、答えられる人のところに行くでしょ。行きませんかね。例えば、まあ、松井さん、どうしても食べ物の話なのね。なんか食べたいときに、この人言ったら大丈夫と思うときね、こう言うわけですよね。そうですね、何かっていうと、その、本当に願いがあるとき、そうですね。で、本当の願いのときは真剣に頼める。例えば、今回ね、祈りちゃんが、希望していた大学に通ったわけですね。これはもう奇跡ですよね。本人も認めると思います。で、まあ、もともと、真面目な子で勉強して、頭は悪くなかったと思う、成績も良かったんですけども、まあ、高校変わってからいい高校なんですけれども、まあ、受験校ではなくなってしまったんですよね。で、すごくいい先生がいたんですけども、その先生が去年というか、ちょうど彼女が入る前に、退職しちゃってですね。だから今はね、うちの娘が行ってる高校は、なんか有名な人呼んできて、神じゃなくて人に頼ってブラスバンド頑張ってますけど、ね、英語科、かって英語の学校だったり、もう英語科はボロボロですよね。ちょっと残念ですけどね。だけどまあ、彼女はね、だからね、周りに適応できる人だから、受験の雰囲気はまるっきりないわけです、ね。だから私の知る限り、受験の字の字もしてないですね。だけど、受験が来たわけですね。で、一つだけすごく私もぴったりだと思って学校あって、見心だなと思ったんですよね。ただ、まあ、無理かろうなと思ったんですけども、小論文だったんですね。面接はいいんですけど、小論文ね。で、理系はいいけど、小論文はダメなんですね。もう、本当に。だから、それでね、どうなるかと思ったらですね、奥の手を使ったわけですよね。祈りちゃん祈ったら、普段はね、ふーとか言うのに、はい、とか言ってこう。で、試験の前の時はですね、なんか、ブログ見たら、お姉さんの B ちゃんにですね、祈ってと頼んで祈ったそうですね。で、祈ったと言ったそうです。これで合格したら神様だね、そうだねって話をしてて、取っちゃいました。ブログに面白いこと書いてありますね。クリスチャンっていいな、反則だと思いますね。ブログに書いてあったからね、公のブログに。でも、その通りだと思います。神のところに行ったわけですよ。神様だったらなんとかしてくれると。で、御心だったら絶対どうと思ったら、御心ですよね。見事ですよね。面白いなと思いますよね。だから大体受験期になるとね、みんな急に気が滅入るんですよ、よくね。神様に頼むかどうかっての困った時にね。で、本当に願ってることを願うと答えられるんですね。で、今日はね、だからそれ、こう、ヨシャバテたちも、本当に追い詰められた時、神のところに行った。しかも彼は分かってたの。本気だったの。だから自分だけじゃない。国全体に行ったんだ。自分の権威の全てに。そして、断食をして祈ろうと言って、みんなも困ってて分かったから、みんな断食して祈ったん。いいですか？これがあったから、賛美隊がこの後生まれてる。で、ここが示されてるってことは、皆さん、祈りが土台ない、賛美隊ないってないってことです。いかあればね。賛美隊に召されてる方、祈りましょうね。今主の時間で一番持ち上げているのは義仏だと思いますけれども、義仏はもともと、東京安定教会が全然強くなかった頃の16位で、萱野さんは教師と指導者としてはプロでしたけども、ね、その人がもう諦めて投げた後に神に言われて祈り始めた。最低1時間、練習できなくても1時間は祈る。路上ライブする前に1時間、必ず祈る。それから立って始めたら、少しずつ少し良くなって、こう今は持ち上げになったんですね。祈るかどうかなんですよ。祈ること自体が信仰なんですよ。祈ること自体が信仰なんですよ。でまずこれ、ヨシャバテは祈った。そしたら神様から、14節のところで、ヤハジエルというね、早口言葉になりますね。時に死の霊が集団の中で、アサグ族の出の力人やアジエルの上に臨んだ。彼はマタニアの子、イエルの子で、ベライの子で、カリアの子であるってね、カタカナだらけの説なんですけども、この人に死の霊が臨んで予言が来た。予言を通して、15節からずっと17節までが予言ですね。ちょっと読みましょうか。ユダとすべての人々とエルサレムの住民およびおしゃばてをよ、よく聞きなさい。主はあなた方にこうすられます。あなた方はこの人たちに対応するように恐れてはならない。強制してはならない。
この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから、神の戦いだって言うんですね。嬉しいですね。明日、彼らのところに攻め下れ。指示です。明日、彼らのところに攻め下れ。身を彼らはついつの登り地から登ってくる。あなた方はエレンの穴の前となって彼らに会うと。具体的な指示と予告です。で、17節。この戦いではあなた方が会うのではない。しっかり立っておかずによ。あなた方と共に主の救いを見よ。ユダ及びエルサレムよ。恐れてはならない。気落ちしてはならない。明日、彼らに向かって信じよ。主はあなた方と共にいる。神から言葉が来たんです。神の言葉が来たんですね。この戦いはあなたが戦いじゃない。私が戦うから恐れなくていい。気落ちしなくていい。こんな大軍でも何も恐れなくても気落ちすることもない。明日彼らに向かって出陣しろってね、言われた。私が共にいるからってね。大宣教までの一緒ですね。私が全ての権を持っていて、私が使わすから、行け。私が共にいるって言ったわけですよ。似てますよね。で、こう言われた。そしたら、どうしたかというと、言葉が与えたとき、ヨシャバテたちは、地にひれ伏して礼拝をして、大声を張り上げて、イスラエルの神主を賛美したって書いてある。賛美した。で、その翌日何をしたかというと、彼らは賛美隊を前に立てて出ていくんですけども、21節を見ると、主に感謝せよ、その身がとこしまえと言って、感謝しながら出ていった。神の言葉に対して彼らは、それを信じて、ひれ伏して礼拝しながら、感謝をしながら賛美した。まさに信仰だよでしょ。だってこの段階で何も起こってないんですよ。この大会段階でもう前に敵がいて、もうすごく強い敵がいて殺されるわけですよね。あるのは神の言葉だけ。でも彼らはその言葉を信じて、主に感謝せよ、その身がとこしえまでって、これよくパルオクさん言いますけど、もう勝ったってことですね。主に感謝せよ、その身がとこしえ、もう天勝った、続けるともう勝ったになってしまう、ね、もう勝ったって言いながら喜んで神様を褒めたたえて、言葉に対して感謝と賛美をしながら出ていったってことは、出ていったってことは、神様に明日出陣しようって言った通り、しかも面白いのは翌朝早くなんです、この。20節。こうして彼ら翌朝早くって書いてある。アブラハムも翌朝早く遺作をされた。翌朝早くなんです。ペテロもヨハネもすぐ従った。あの、皆さんね、聞き従うときの鍵はね、神様かどうかは慎重に吟味してくださいね。ですか？神だと思い込んで従っても何も起こりませんからね。神様かどうかは慎重に吟味するけど、神様だと確認がはっきりできたら、すぐに従う。翌朝早く、彼らは、テコアのアロエに出陣したんです。出陣した。出陣せよと言われたとき、次の日出陣した。つまり言われた通り聞き従った。彼らは言われた通り聞き従って、感謝せよ、その身が特殊前と言って賛美をした。感謝をもっと上で褒めたたえた。まさに信仰でしょ。祈り、与えられた言葉を感謝しながら賛美して、言われた通り出陣していったんですね。しかも、ここで、ニュースとして、出陣の時、ヨシャバテオは何て言ったかって言ったら、立ち上がって言いました。ユダ及びエルサレム住民よ、私のこと来なさい。あなた方の神、神主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさいって。すごいですね。敵は大軍いるのに、もう、人間的には絶対絶命で負けに決まっている戦いなのに、預言者を信じて勝利を得よ、主を信じて忠誠を示せ、必ず神は勝つぞって言ったわけですね。そして彼らは民と相談して、死に向かって歌う者たち、聖の片物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らは武装した者の前に出て、こう歌うため、武装した者の前に出したわけです。これは焼けっぱちで、もうどうせ俺たちは殺されるんだ、そしたら賛美隊を前に出せって言ったんじゃないですよね。これどう見てもこのニュアンスから行くと、相談して、もうすでに神は勝ってくださったんだから、まず神を褒めたたえようと言って賛美隊を前に出した。告白してるんですよ。信仰に立った行動してるんですよ。言われた通り従って告白して、神のおっしゃった、神の信仰に立って行動してるんですよ。そしたら、大軍が、いいですか、いつも言うように、ここ大事なの。一本の弾も、一本の槍も、一人も負傷者が出ず、全滅したんです。これは大事ですよ、皆さんね。今年私たちは、死傷者、負傷者が出ないと言ってますけども、死傷者なし、負傷者なしで、勝利を得る秘訣がある。本気になって神に祈り、与えられた言葉を信じて、感謝し喜び、踊りながら主に従うんだと。これ全部、言われてる信仰全部教えてますよね、これね。悔やまないともかもしれませんけど、祈りの中にね、砕かれてますからね。あとで。これ何かって言ったら、彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、言われた通り出て行って上げ始めたときに、主は福音をもげた。福音はいつも言うように、これはわかりません。天使かもしれないし、地元の兵かもしれないし、
敵がどうし打ち始めたかもしれない。わかりませんけど、伏兵ができて、ユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セウサの人々を抑えたので、彼らは打ち負かされます。アモン人とモアブ人はセウサの住民たちに立ち向かい、これを制定し、出足したが、セウサの住民を全滅させると互いに力を出して滅ぼし合って、面白いですね。お互いやり合ってくれて、こっちがしないで勝手に僕が死んじゃったって。これすごいですよね。そしてどうなったかというと、分取りしに行くんですけど、分取りするのに3日かかったと、ね、4日目にベラカの谷に集まって主を褒めたたえたと。もうたくさんのものを分取りした。あとこれ25節にね、ヨシャバテとその民が分取りしに行くと、そのところに武具、死体、高価な器具を数多く見つけたので、これを追い切れないほど剥き取って自分のものとしたと。あまりにも多かったので彼らはそったって。本当なら殺されるはずだったのに分取り3日かかったって。で、高価な器具、皆さん、オンラインの皆さん、ハイビジョン化のための高価な機材、PA のための高価な機材、1000人入る街道、1000人じゃ小さいんですよ、全然、とりあえず、ね、とりあえずですよ、1000人小さいですからね、ね、1000人入る街道、高価なって書いてある器具、数多くだから1つじゃない。360度カメラをなんかアンテナを買ったみたいですけどね。大丈夫、あれ、ちょっと映像気持ち悪いね。ね、レバレント酒井はなんか感動してましたね。やっぱり好きなんですね、ああいうのはね。で、なんかね、高価な機材でしょ、器具でしょ。ね、だから、それは武具、ね。素晴らしいね。武具はね、我々にとっての武具は楽器ですよ。ね、F 管の時のトロンボーン。まあ、やっぱり石田さんが断食してないとね。これから楽しみですよね。で、私たちが本当に祈り、神に求めていき、神から言葉を信じて、喜びの声、感謝の声を上げて、現状がどうである。だってこの時、いいですか？本当に何も起こってないんですよ。何も起こってない時に彼らは言葉だけ信じて、喜びの声を上げたん。日本の児童養護施設ですね、ファミリーホームです。ファミリーホームができた時に、私たちは喜びの声を上げてたんですよね。長崎でもやりましたし、白馬でもやりましたね。一切でもやりましたよね。もう、人から見たら愚かでも神は愚かと思われませんでした。で、皆さんね、あなたの愛する者のために喜びの声を上げてください。今はどうであれ、ね。今の現状の状況がどうであれ、喜びの声を上げてください。言葉を受けたらですよ。言葉を受けてないなら祈ってください。真剣に。神様から言葉が来たり、現状、ね、神はいきなり現状がある時もあるんですけど、言葉が来たら喜びの声を上げてください。その時に神はね、働かれるのです。ですから、これをね、どう覚えてほしい。で、もう大歴史はいつも賛美のことを知らしますけど、今日はもちろん賛美も含めた信仰ということでね、これ見たらね、まさにこれね、信仰は生きて働いてるでしょう。真剣に祈り求め、言葉を受けたら感謝をし、喜びの声と賛美の声を上げ、しかも、司会をやるとき、次の日すぐに従って出陣するんですよね。告白してるの、勝利を得なさいって言っても、明らかに勝利に立って、告白に立った上で行動してる。これは見事ですよね。それね、どうぞ覚えておいてほしいと思います。で、まあ、今日はここまでなんですけども、私たちもね、今年、神が与えてくださるものをね、受けていきたいというふうに思います。で、現状はね、今年はね、弱くされてるんですね。だって、トシヤ君がピエトをいろいろやってくれたんですね。ね、だから、まあ、それは本当に感謝なんですけども、使わされてきましたので、今、ピエがね、一生懸命よくやってくれてます。ね、で、それから、あと、オンラインもね、人が増えてきたんですけどね、ちょっとまだアナログ系でね、デジタル系にしたいといけない人です。私よく分かってないんです。言われた通り言ってるだけですけど。なんていうかね、あと年齢層がですね、前半賛美は井上君が入ったおかげでちょっと低くなりましたけど、井上君が入って低くなる年齢層なんですよね。だからね、私はね、この業界120歳だから、60歳はまだ半分だからね、そういう意味では全然関係ないと思ってるんですよ。まだまだ若いし、ね、関係ない。だけど、もっと若い人いっぱいいるからね。でもね、これから楽しみですよね。そういう中で、喜びの声、賛美の声を、神の言葉をもらってあげる。もらってることに関してはあげる。もらってないことに関しては、祈って受ける。ですかね。
この信仰を通して今年生ける神様をね、体験して、こっちの言葉ですね、100倍を受けないものはありませんだからね。これは100倍を受けないものはありませんっていうのは二重否定だから、100倍を受けるものを全員受けますよってことでしょ。わかりますよね。全員受けるのです。100倍のものを受けましょう、ね、この信仰を用いて、ね、信仰を働かせて100倍のものを受けていきたいというふうに思います。じゃあお願いします。天皇様、御言葉をありがとうございます。あなた生きて働く神で、今日も宮でお話しなさることをありがとうございます。イエス様、今年度行いがないし、それと同じように行えない信仰は死んだものですとおっしゃいました。私たちは死んだものではなくて生きているものですから、神様の本当に信じて行い、神の栄光を見ることができることありがとうございます。新しいことが始まってくると、今までなかった技が一人一人の上に、その家庭の上に、この神の島の作業に現れてくることを本当にありがとうございます。私はそれをもう信仰の目を見ます。本当に感謝いたします。ありがとうございます。お祈りをしたい。